塚花山古墳でございます。石舞台古墳に次ぐぐらいの大きさなんでね、ものすごく大きいんですけどね、古墳でございます。これもね、天井石はないんだけどね、ちょっと中入ってみましょうか。くらい入りますけどね、これものすごい天井石があったんだろうね、これこの大きさやから。ちょっと右曲がってるかな、これちょっと右曲がってるような感じだね、ちょっとだけ。この上にね、天井石がね、大きなのが本当はあったんでしょうけどね、すごいのが。だからこうやから、ここに1枚、2枚、2枚程度とね、すごいんだけど、こっちにも2、3枚かな、5枚ぐらい天井石あったんだろうけどね。ちょっと曲がってないかな、これ右曲がりになってるんで、ちょっとね、すごいね、これもね、日本最大級でございます、これもね。いや、噴気の上上がってみましょうか。はい、巨大な石が見えてきましたよ、これね。やっぱりね、ちょっとね、くの字になってね、やっぱりね、興奮ってどう分かるかね、これちょっとね、右の方が剥がれてしまってるからね、かなり大きいんだけどもね、侵食されてますわ。いいね、これ。反対側はずっと測れる。
西山ここもすごいけど、こっちもすごいね。このね、この巨石はすごいですよ、これ。もう言うことないぐらいすごいだけどね。はい、ありがとうございました。西山古墳の横にありますからね、塚原の山古墳でございます。ありがとうございました。こっちも見てくださいね。横がこれ見えんか。これが全長200メートルの西山古墳でございます。はい、ありがとうございました。